お笑いコンビ、パックンマックン、のパックンことパトリック・ハーラン、53、が8日、ニュースモーニング・サテライト、月曜から金曜前後、45、に出演。共和党のドナルド・トランプ前大統領、78、が民主党のカマラ・ハリス副大統領、6 2米大統領選で勝利したことについて言及した。写真あり、トランプ氏勝利宣言の横に、 息子バロン君の激変ぶりにネット衝撃身長2メートル超え成長、デカすぎやろ。バイデン現大統領が選挙後、米国民に対して、冷静になって、と呼びかけたことについて振られると、僕は冷静ですよ。冷静に動揺しています。今回の結果、もうトランプには怒っていないですけど、アメリカ国民に怒っています、と語り始めた。その理由として、 アメリカの選挙の採点基準が狂ってきたんじゃないかと思うんですよ、と説明。バイデン政権で何ができたかと言っているんですけど、インフラの法律も通したし、環境の法律も通したし、半導体の法律も通しました。経済を見てください。G7 の中では断然 GDP 成長率が高いし、インフレが低いんですよ。アメリカ一人勝ちに見えるのはバイデンのおかげでしょ。 と、語気を強めてバイデン政権での成果を主張した。